古市静子さんってある、その方もありませんでした。皆さんもちろん聞いたことないと思いますね。古市静子さん、静子さんはこの話をするとどこで話がいくか分からない気もするんですけど、実は種子島で江戸時代に生まれました。これはぜひですね、矢崎兄弟に取り上げてほしいと思いますね。知られてない人ですけどね、種子島の旧家、立派な家に生まれた。そして長女ですけれども、親はね、女に教育を選んだと言って、長男にはね、もうちっちゃい時は師匠教を教えるんですけども、彼女は字の読み方も教えてくれる。でも静子さんは一生懸命ね勉強して、弟が勉強終わったら自分でスッと師匠教を読むような女の子でした。そして勉強したくて足んないからですね、親に頼んでいかん、もういいところ嫁に行って、もう嫁が、ね、そう言われて、なんて皆さん、その子ですね、まだ10代の頃家出をしたんです。種子島から船に乗りまして、種子島は墨の島でしたから、大阪に墨を運んでいましたから、その船に密航したんです。そして密航したは良かったけれども、大嵐に遭いまして、種子島にその船を戻ってきました。親を送ってですね、もう隔離しました。どこも出さない、もう弟も読めないでした。でもね、病気になっちゃったんですよ。親はどうしたと思います？親ってすごいですね。その子をね、長崎で治療を受けるために長崎へ送ったんです。種子島ってすごいと思いません？長崎まで娘をね、治療を受けさせて、そしてそこで西洋医学によって体が元気になってきた。これを機会に彼女はね、長崎からまた家出しました。東京へ出ちゃったんです。まだ10代の頃ですね。そしてそこで森有森ですか、揺れてるんですよ、の作りました学校に入りました。23歳の時ですね。でも親は学習言えないから学習はもらえません。導かれて教会に行ってクリスチャンになりました。そして寮も同じ部屋にちょっとなんとか銀行さん、有名な方ですけどもおりましてですね、25歳、その方は実は森有森の婚約者だったんです。でも森有森はですね、その人よりも綺麗な人とやらに結婚してしまった。でもその銀行さんも本当に25歳でしたけども、大胆な女性ですね。直談判に行きました。それは種子島から来た古市静子っていう女の子がいて、学士がないから、その子の面倒を見てくれと、私を捨てた代わりにとは言わなかったんですけど、で、森有森は分かったと言って、古市静子さんも面倒を見ました。古市静子さんは、その銀行さんも教会に連れて行きました。現在は本気です、教会に残っているんですけども、二人ともクリスチャンになりました。そして何が古市静子さんを有名にしたかと言いますと、児童教育、幼稚園の海の母です。それね、種子島に帰った時に顕彰碑が見はするんですけどね、詳しいことは分からなかったんですけど、原人ブログで分かりましたですね。よかったらパソコンを使いの方ですね、原人ブログを開いてみてくだすると、古市静子さんのことも書いてありますから、種子島ってすごい島だなと思ったんですね。